こんにちは、あるいはこんばんは、生態岩堂です。はい、ということで、最近な、ちょっと、調子に乗ってるやついるんですよ。調子に乗ってるやついるんですか？あちらです。光が出ちゃった、光が。お前だよ、お前。お前だよ、レッド、お前だよ。調子いいよね、でも。今んとこね。そうそうそう。ということで、そろそろ、ノーアドバイスで、首いけんじゃないかな。アドバイスは欲しい。ちょっとレッドに首をシュンヤとモッチーのやってもらおうかなと。でレッドの首はシュンヤがやろうかなって。でね、フォーム取るじゃん。でこう、まあ、揺れるやん。ここをつけた状態からまず上手が始まる。で揺らしてる時に一番歪んでるとキャッチする。キャッチして始まってかけ始めてから動く。これを忘れないことと、手が寝ないこと。手が寝るとこねちゃうんで、絞る。こう絞るイメージ。こねちゃってるとかかりが甘い。こねていいのは首抜き捻転みたいなこと言ってんや、さっきな。適当に言っちゃうそれで、まあ、それをちょっと意識してやってみましょう。じゃあもっち、アドバイスいる？はい。ちょっと。ここ。で、この手根で顎の骨を捉えて落とす。こっちが先です。そうそうそう。で、あの例のことグニャグニャ。はい。そしたら一回目いっぱいひねって止まるところをちゃんと覚える。はい、ここね。はい。こう、よし。で、揺らしてからスタート。ね、よくない？うん。おい、レッド。いけてるよ。頑張っております。いいぞ、いいぞ、これ。もうちょっと、これ、もうちょっと先端。そう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 。さあ、ああ、さあ。これ、ね、ダメな顔なの？いや、大丈夫。できてるよね。頑張っております。弱いな。弱いぞ。首抜きはもっとバコーン抜かないと。だって抜くつもりで抜いてないでしょ。ずらしてるでしょ。ああ、なるほど。うん。どうせ結構あれだよ、取れやしねえから。はい。抜いたのはなってないね。なりました。どこなってた？下。背中の方か。旋回は左がちょっとなってた。右もなった。どっちもなってました。すごいですね。ちょっとね、やっぱね、2番に揺すってんのか届ききってないんでね。無理やろ、でも。これを意識するの。ちょっとまだ。安全に動かすが、まあ、大重要だけど。これを、だもっとあの揺らすのを、こう後ろにフル速度をちょっと上げるのよ。上げる。上げて、ぐんぐんってかかる圧をちゃんとキャッチする。モッチーはシンプルに2番飛び出し型。シュンヤは結構波打ってる時と縦詰まりがめちゃくちゃな時が2パターン。わかりません。もう一回やってもらっていいですか？左がちょっと行きにくいぐらい。じゃあ左で。これでかかるじゃん、ここで、こう、こう、よし。あのね、マックス絞りきてない。もっともっと絞って、これ以上いかないところをチェックがちょっと足らんかと。なるほど。全然だって絞れないですもん、違う。これをこうして絞る。こうそうそう、で戻す、こう戻す、こう、あ、これ以上いかないなって。この位置から始まるから。ビッタぞ、ビッタぞ、これビッタの、
ビってはないですビビったことないもんはい もっと首回る気がしないです確かになんかもうここら辺まで詰まってるもんねこれどうすればいいですかシカトすんだよなるほどで一回ちょっとこう位置こうやって変えてそうするとこうちょっとここに隙間できるからピーポー止めてもらっていいピーポー止めてはよ、はよ止めてなに違う？下手かな下手のさ、指先が浮いてた気すんだよねもうちょっと掴むって言い方おかしいけど、うん、もうちょっとこう入る、声がちょっとこう入る感じ、うん、ちょっとこの辺、こうここで止まってたねこうちょっと、もうちょっと包んじゃっていいと思う包んじゃでもね、なかなか変わったよねうん、いいと思う前とは全然違うよちょっと、深夜やここにこれすごい滑り止めがいっぱいついてるもうあそうこれがこっち側が利き手じゃねえじゃんでここがやっぱね寝るんだよこっちの時がでここでこの先端をこういうイメージで下手先行したんだよクビ抜きってどう教えたらいいんだろうか分かんない全然イメージがつかないねうん、なんないやなったいや、なってないねでもここの奥が位置変わったのこれはいこうめちゃくちゃなったやろパッキンって言ったもんね、はい、何違う全部とりあえずぶっこ抜きですか全部ぶっこ抜きはだってもうそもそもパワーが違う感じでしょだってまあまあそうっすねでも全然そんなうんなんかやっぱ2番が取り残してたんだよねでもフォームはあのやっぱさこう利き手じゃない方下手で先行しやすいんだよそれをちゃんとこう押さえてこの、こっちしっかりキャッチしてからやるっていうのを意識すると変わると思うんだよね。左手でかけるときだけ、この手をちゃんと意識してかけるんです。そう、ここでこう、小手みたいにここでこう、ここをちゃんと意識する。さっきめまいするんだよ。コロナですか？ちょっと待って。これはこうこうこうもうちょっとこう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 。うん。あ、そうそう。これでベッドにこうつく位置に落とす。うん。でめくるつくこれ。いいじゃん。こういう動作。うん。そう。こう立てていく。立てるとここに力入るでしょ。で。これを先行させないことこう来てこうちょっと待ってください行きそうあ惜しいなんかセット中になっちゃってんだよちょっとねああ。頭をここにぶつけるつもりで。で、もっと下に向けてくる。押す。そう。ああ、いい。ここしかロックしてるんですよね。うん。2センチやもん、だって。2センチやもん。だから重いけど。もうぶつけましたよ、俺は。心じゃなくて、物理。物理です。上にかかってこないんだよね。次やってみようかな。
次な。何ですか。首だよ、これ。ああ、そうしましょう。もうだって覚えたんだもんね。共通いらないでしょ。あ、共通大丈夫です。完璧でしょ。違う人に今度は。あ、そう。できた人いっぱいいると思って。教えてなかったからね。てめえまあ、そういうことで。いや、でも、かなりいいよ。もうちょっとだよ。もうちょっと。そう、あとは上の方に、が歪んでる率が高いからね。もちろん、違うとこだったらまた別だけど、2番に圧を作って集めて。結局今のもうひねったのもやっぱ、下の方なんだよ。逆に。めっちゃ根元の方。まあ、根元から行ってるけど。で、俺カーブ深すぎだからちょっと分かりづらいと思うけどね。まあ、そんな感じですね。この胸椎を卒業した顔。突然抜き打ちで動画撮るからね。できてるんだよね、つって。お前が店出したら突然カメラ持っていくからね。まあ、はい、ちょっと胸椎鳴らして、つって。そういう方向でいきます。ということです。それではご視聴ありがとうございました。